バランスが良くない？知ってる人は知ってるわけだから別に漢字で書く必要ない。どこれどう上と下が下が大きくなれば安定した、下がちっちゃくなるとイライラ字になるから。何やってんだろうね今これ。俺も分かんないけどこんなことを一生懸命考えてることじゃん。おかしいけどだけどこれはこっから下はひらがなだからね。確かにね、さあやんかだから。いやでも新しいパパ、これは新しい、ここに来てこれは新しい。誰が違う、俺はこれがいいと思う。いやなかなかいいよ、なかなかいい。ありがとうございます